率直と言ったらやっぱり18年間ってすごいなって自分でも思うぐらいなんか長かったなと思います。やっぱり自分自身が上を目指す気持ちだったり諦めない気持ちだったりあとはベレザのためにっていう思いも強くやめれないっていう思いとあともうまだサッカーがやりたいっていう思いがやはり重なり続けてきた結果がここまでこの場所でサッカーができたかなと思います。引退はもうここ数年あと1年あと1年ってやっぱり思ってやってきててで一つその引退しようと思ってた2012年の時に最後怪我をして終えてしまったのでその怪我で終えるのはなっていうのは一つあってでそうなるとやっぱ復帰して試合に出てっていうのをすごいあったので去年はちょっとリハビリに時間が必要だったのでもう今年の初めからちょっと引退っていうのはもう今年でやりきろうみたいなのは最初からありましたね。そのチームのみんなにも今シーズン始まる時に今年で引退するっていうのを伝えてたので、で私自身その若い時とか今まで経験してきた中で最後にやっぱ引退するっていうのを聞くのはすごい悲しくって辛い部分があったのでもう最初に言ったことでその一試合一試合みんなで戦う大切さっていうのをこの今シーズンずっとみんなで残してきたというかやってきたのでこう発表して周りは結構騒いでますけどもう結構みんなはもう免疫力がついてる段階なのでなんか今でもやはりこのコンディションがいい状態なのでまだできるんじゃないかとかチームの子からも本当にやめるんですかみたいな風に言われるんですけどでも自分の中でもやはりもう怪我をしたくないっていう思いもあるのでいろんなタイミングじゃないですけどその若い子たちがもう自分がいなくても安心だなって思えるような戦い方を今シーズンしてきてくれたのでもうそのタイミングじゃないですけどあもうやめて大丈夫なって思いましたね。なんか今までは引退しようラスト1年って思ってやっててもその来年もできるかもっていう気持ちの方が強かったというかもう1年みたいな思いが勝ってじゃないですけど覚悟を決めてまた次のシーズンを迎えてたんですけど今年はその気持ちよりももう大丈夫っていう気持ちが強かったので引退を決めました。200試合達成した試合なんですけどやはり怪我があったりとかもしたので200試合っていうのが自分で達成できるとはちょっと思ってなかったというか目標にしてた数字でもなかったのでその試合でしかもゴールを決めて勝って終われたっていうのはすごい記念というかに残ってます。は、もともと小学生の頃にここで大会があったりとかしてで特別な場所だったのでここでサッカーがしたいっていうのは小学生の頃から思っていてそれでやっぱ上手いところでサッカーをしたいと思った時にベレーザーというチームが近くにあってでベレーザーのチームに入るためには下部組織であるメニーナというチームに入るっていうことが目標となってセレクションを受けましたね。当時はもうセレクションが結構覚えててリフティングしたりゲームしたり普通にその時は 50m 走とかもしたりっていうのは今でも結構覚えてますね。
荒川さんとかも、なんかチーとかがあの同期なんですけど、澤さんはもう私がメニーナにいる時からベレーザでプレーしていたので憧れの人でしたね。最初に出たのは覚えてないですあんまり。もうその時も結構なんて言うんですかね、まあ出させてもらってたんですけど、最初は正式、いや正式じゃないな、リーグ戦とかあんまり覚えてないです。覚えてないですけど、え、最初の試合だっけ、最初の試合、あの途中から出て点を取ったのは覚えてますやっぱりベレーザーでやりたいっていうのがメニナでやってる頃からすごい目標としていたので、ベレーザーでできるっていう部分ではすごい嬉しくって、でその中でもやれるっていうか、そういう自信はやっぱりその若いながらにあって、やってやるみたいな気持ちはすごい強かったですね。できるところとやっぱりできないところがあったので、できるところっていうか、あのやはり年上の先輩たちがいたので、思い切りやっていいよって言ってもらえてたので、思い切りチャレンジする部分はすごいあって、でやっぱり多分ミスもすごい多かったんですけど、その面ではすごいチャレンジというか、たくさんさせて思い切りやらせてもらってたなっていうのはすごい思うように動いていいなっていう部分はありましたけど、でもやはりその分ミスが多かったので反省することも多かったですね。まずその最初の17歳の時に代表に呼んでもらえて、でその大会がシドニーオリンピック の出場権をかけたワールドカップ でそこでピッチにも立たせてもらえたんですけど、そこで結果が出なくてシドニーオリンピックを逃したことによって、すごい女子サッカーが低迷というか、あのチームがなくなっていくっていうのをすごい 見てきてというか、そこでやはり代表で戦ってた選手たちはみんな責任がすごい感じて、自分たちがやらなきゃいけないっていうのはすごいみんな思ってたことなんですけど、そこからの4年間でそのアテネオリンピックに出場するというのは、もう本当女子サッカー界でのもう 大目標じゃないですけど、一つの大きな目標だったので、そこに向けてのトレーニングもあの厳しかったですけど、あのその協会含めていろんな方がサポートしてくれたの で自分たちもそのもう最後の最後でやっぱ北朝鮮戦じゃないですけど、あの時の試合の前のモチベーションビデオではみんな泣いてじゃないですけど、気持ち高ぶってじゃないですけど、もう絶対勝とうみたいな、もう後がない状況の中戦って結果を出せたっていうのは、あの時の仲間しかわからない感動だったなみたいなのがありますね。でそれがあったからやっぱ次につなげられたというか、つなぐことができたのかなって思います。はやっぱオリンピック2つというか あって、1つはそのアテネオリンピックの時にの初戦のスウェーデン戦で澤さんに出したパスっていうのは、いろんな方が覚えててくれてというか、記憶に残るプレーとして残せたというか出せたプレーだと思いますし、あともう1つ自分の中でもあって、ワールドカップのプレーオフでメキシコでアステカスタジアムでやったアウェーの試合があったんですけど、その時の得点が自分の中でもなんか気持ちの入ったシュートのロングシュートの跳ねバーに当たって跳ね返ったのをこぼれを狙って前に行き過ぎちゃって、上に後ろに越えそうだったんですけど、ヘディングでなんとかゴールに入れてたっていう、それ一つ
自分の中でも覚えてるゴール、気持ちがゴールに入ったゴールだなと思うんですけど、その試合映像があんまり多分残ってないんですよ。だからなんかもう一回自分で見たいなっていうそのゴールですね。まあ代表に関わるようになったら、その女子サッカー界の代表というか、女子サッカー界も背負ってるっていう部分でしっかりと戦ってほしいというか、結果を残してほしいっていう思いと、あとやはり先輩たちがその繋いできたじゃないですけど、ワールドカップでも優勝っていう結果を残した、そこにその結果に恥じぬようじゃないですけどに本当に責任を持ってというか、もう日々のトレーニングから相手に負けないようにというか、上を目指すっていう部分では頑張ってほしいなと思います。指導者にがっつりっていうのはまだやっぱ考えられないというか、でもクラブの方でも女子部がベレーザとメニーナとセリアスあるので、そこにちょっとでも絡めたらなというか、関われたらいいなっていう段階ですね。まだ決まってはないので何ですかね、やっぱりメニーナとセリアスが気になるというか、まだ動ける状態かなと思うので、伝えられる部分がまだあるかなと思うの で、私自身もそれこそベレーザで18年間やってきたので、そこを目標とする選手たちも多分多いと思うので、そこに伝えられることもあるかなと思うので、ちょっと関わりたいなって思ってます。今まで応援ありがとうございました。これからもベレーザは戦い続けるので、温かく熱くサポートお願いします。